さ、旭川に来たらね、いつも撮影したいんだけど、すごすぎてなんか気が引けてたんだけど、今日撮影許可いただいちゃいました。一途屋でーす。新店になってこの入り口のとこにあるこれもハマグリ最高です。はい、皆さんこんにちは、山田ボソウです。旭川に来たらここへ本当に寄ってほしいと思っているお店、一途屋。いや、撮影できることになっちゃった。テンション上がる。ということで皆さんに今日はね、ハマグリなのよ、美味しいところ紹介していきたいと思います。では行ってみよう。たびたび TV チャンネル。さあ、店新しくなりまして、ドアノブがすごい。中行きます。はい、ここ靴を脱いで2階に上がってください。わかるかな、俺のこのワクワク感。階段登っていきます。さあ、ということでこんな立派なテーブルに通されましてありがとうございます。さあ、ということでオープニングでも言いましたが、ハマグリを食べるんだけど、ハマグリのシステムについては、焼きハマグリがね届くのよ、3個ずつで、3個ずつ来てるやつをストップって言ったら止まります。ちなみに本日のお値段はお一つ250円でございます。つまり750円ずつ来るんでね。そうです。皆さんお気をつけください。そして飲み物はこのような形で、日本酒があったり発泡酒の清酒もあります。あとは熱燗焼酎などなどあります。まあ普通にビールとかはこのような形になってます。我々はテンション上がって日本酒から行ってます。もちろんハマグリだけじゃないんですよ、メニューあります。はい、お品書き。ちなみにね、席料935円かかりますからね。そしてお刺身、貝類、おつまみなどなど、焼き物もこんな感じです。はい、揚げ物、おい、ご飯物こんな感じです。そして来ました、ハマグリのしゃぶしゃぶ。なるほど。ちなみに飲み放題付きコースもあります。すごいね。テイクアウトもやってます。で、焼酎のボトルとかあります。時間は18時から23時ということになってます。定休日日曜日、お気をつけください。さて、日本酒がすごい形でやってきた。八海山一の蔵、カリホ、そして男山、北の稲穂、ウィーシ、そしてうわ、お通しでございます。ちょっとハマグリ来たらサムネ撮るわ。とうとうこの話を動画に載せてます。待ちます。はい、焼きハマグリで、じゃあサムネサムネ。はい、おどす。ほら、立派ですね。みんなまだ行けるの？私もストップです。あ、一人ストップです。イエーイ、ハマグリです。さすがにみんなね、写真撮りたくなるよ。気持ちわかる。だって綺麗だもん。ハマグリと日本酒、行ってみましょう。一ノ倉誰？はい、いいね。はい、八海さん、おい。そして俺、カリホ。ありがとうございます。そしてカンちゃんは男山、北の稲穂です。旭川のやつ飲まないとな、やっぱな。あ、ちなみにこれは、あ、すいません、レモンサワー。あ、レモンサワーで、そうなんだよね。はい、行こう。はい、乾杯。お、もうハマグリ持ってる人までいる。はい、乾杯です。いただきます。うまいに決まってる。ちょっと堪能させていただきます。あ、男山、はい、やっぱね、喉潤してからからの、これ最高だよ。はい、あ、え、これ使いたい。うん、使って、これで掴んで、うん、これで挟んで、いただきます。これでしっかりと、しっかり堪能してからの、あ、死んでまう。日本酒苦手な人でもいけるかっていうね。いけるんだよ。はい、掴んで、
あ、ダメだあ、レモンサワーじゃダメだ。日本酒がいい。あ、日本酒がいいけれども、日本酒がいいんだ。ってことで、山田ボスオでございます。じゃあ、すいません、失礼します。貝柱の、いや、貝柱の、うん、味が濃いのよ。本当にすごいのよ。火の通し方も絶妙。からのボスはカリホ。辛くてすっきりなのにハマグリ。いや、どうするこれって感じでございます。イエイ。日本酒は絶妙に合うんですね。日本酒いっちゃったもんね。カリホです。ボスと同じカリホを頼んでみました。シュード、その日本酒濃いよな。あ、これはこれは酒ですねえ、でもやっぱりさ、ハマグリにはこれじゃん。あ、でもあのアルコールを飲んでもハマグリが消えないってところがすごい。やっぱ日本酒って感じですね。いや、これうまい。レモンサワーだったらちょっとやっぱレモンにかかっちゃってるんで、日本酒の方がうまいです。 ありがたいです。さあ、来たのにね。さっきも言ったけど、停止しなかったらもう一回3個ずつ来ます。最高です。よし、みんなハマグリ乾杯しよう。あっいやいや、そのためにこれある。はい、ハマグリ乾杯します。はい、ではハマグリ乾杯ね、最高や。いただきます。あれね、貝が熱いんですよ。そうそう、熱いのよ。今来たばっかりだから、それ。うん。これね、ハマグリに特化した店だからね、もうハマグリ食わないわけにいかないのよ。ちなみにあのボスとか、まあみんな3個ずつ来て、次も追加しました。ありがとうございます。うまいっす。ほんとうまい。皆さんもぜひね、旭川に来たらお試しください。一途屋。さあ、会に盛り上がっておりましたが、お通しもあります。その中からこれは食っとこうかな。うん、これもうまい。さあ、ということで、ここもハマグリを紹介しちゃったら、あとはもうハマグリしか食わないの。他にもいっぱいメニューあるんだよ。でもハマグリ食いたいの。ということで、ハマグリをこれから食い続けるので、もう動画終了。これから飲み続けたいと思います。はい、それでは乾杯。はい、乾杯。はい、うい。はい。最高。最高です。チェイサー。あ、レモンサワー最初の残ってんだ、まだね。はい。ということで、この後まだまだ続きますが、今日はこの辺にしたいと思います。ということで、今日の動画はこれでおしまいです。ごめんね、すぐ終わったなと思ってる。そう、食べんのに集中しててごめんなさい。ということで、旭川に来た際にはぜひともこちら一途屋にお越しください。ということで、今日の動画はこれでおしまいです。また次の動画で太りましょう。ではさようなら、乾杯。